北口静駅は千葉県桜市場静にある京成電鉄本線の駅である。駅番号は KS32 相対式ホーム2面2線を有する地上駅、京上駅舎を有する。駅ホームは曲線部に位置しており、特に一番線は電車とホームの間が広く離れる箇所があるため、列車入線時には警告チャイムが流れる。また、 西隣の勝田大駅との間は直線であるため、かすかに目視することができる。駅構内には、エスカレーターとエレベーターが設置されている。2020年度の1日平均乗降人員は1万1687人で、ある。京成線内69駅中、第31位。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。駅西側には、 桜市と八千代市の市境が存在する。駅北側には国道296号。駅西側には千葉県道155号四つ街道を上、市図線が通る。駅北東側約 1.4km の位置には山万有ーカが河の地区センター駅がある。駅周辺にはマンションが多く立地している。1990年には南口駅前に 東武系ショッピングセンター、シズマインが開店し、3階部分が駅と直結され、各店舗の東武ストアが2005年に閉店後、2007年には全面的に改装工事を行い、同年12月にシズステーションビルディングとして3階までの各種専門店街が入居するフロアを再オープンした。桜シズ郵便局。 桜市立市も、静小学校千葉銀行室支店以下の路線バスが発車する。このほか、北口にある、静駅入口バス停に以下の路線が校舎扱い。かつては、京成電鉄の以下の路線が乗り入れていた。ありがとうございます。